こんにちは。はい。今日はですね、全然前回と引き続き、うん、ステッカー紹介ですね。はい。はい、まだあるからね。まだあります。うん、で今日のチームはですね、はい、横浜市南区の、はい、平楽ですね。平楽。はい。有名ですよ、平楽も。はい。はい、その平楽のチームのステッカー紹介ですね。うんうん、はい。じゃあ出してください。はい。しはい、これですね。2種類 ?2 種類です、うん。これは平楽昆虫ですね。うんうん。はい。単独交配ですね。チーム的には。あ、本当は書いてありますね。はい。はい、まあ年代によってはもしかしたら、うんうん、まあ他の連合に属した時期もあるかもしれないですね。はい、その時によってなんだですね。まあ、僕の時は単独候補でしたね。はい、属にも属してなかったですね。うんうん、まあ紹介していきましょう。はい、まあ、こっちは第10期、はい、まあ、単独候補、うん、まあ、昆虫魂ですね。はい、これはあの字のごとくね、本当は昆虫っていうのはこう逆なんですけど、わかります？わかる。逆だと思った。そうだけど、まあ字的にね、こう虫に昆虫って読むんですね。うんうん、昆虫魂ですね。でも昆虫です。知らなかったら読めないかも。だってさ、単独効果は左から右じゃん。うん、だけどそのチーム名だけは右から左なんでしょ。はい。だから知らなかったら読めないかもしれない。まあまあまあ、でもまあ、暴走族ってそんなもんですよ。うん、はい、当て字とかもいいし。当て字？あ、まあそうかもね。そうですね。はい、まあ昆虫魂。はい。こっちは、はい、でこっちはまあ、うん、こっちも昆虫ですね。うんうん、こっちはまた違ったデザイン、うん、かっこよくないですか？こっちも、うん、かっこいい。こっちも渋いじゃないですか？うん、こっちもかっこいいじゃないですか？うん、こっちはですね、こうぐるっとこう周りに見ればわかると思うんですけど、うん、まあいろいろ横浜単独大葉とか書いてあったり、港町横浜とか書いてありますよね。はい、書いてあります。これこっちは第12期って書いてますね。うん、あ、2つ違うだけでそんな違うんだ。そうですね、作る人が違かったんでしょうね。あ、そうなんだ。はい、そっかそっか。はい、感じになってますね。平楽、はい、平楽はどこのチームですか？はい、場所は平楽って横浜の南区ですね。南区か、はい、そっかそっか。南区はだから多いんですよ。暴走族のチームが本当だ、ね、多いんですよ。南区は平楽もあるし、うん、あ、まあうちのチーム大岡、うんうん、小金族も南区でしょ、うんうん、ロードランナーも小金族。人数が多かったからってこと？どうなんすかね、うんうん、まあ、中学校があったりとかいろいろあって、南区のチームだけでも 5,6 チームぐらいあるんじゃないかな。みんな仲いいの？仲いいっす。あ、仲いいんだ。はい。へー、僕も、ね、僕の代は仲良かったですね。あ、そうなんだ。みんな自分より先輩だったんですけど、うんうん、みんな結構いい先輩で。へー。はい。はい、なんかありますか、思い出は？思い出はですね、うん、平楽にですね、うん、まあ、当時、うん、あの、まあ、僕なんかの面倒見した方が住んでまして、うん、でまあ、そこによく呼び出されたりするんですよ。うん、でそこにまあ、一緒に行ったりしてましたね。あ、じゃ、はい、結構一緒にいたんだ。行っていましたね。あ、そうなんだ。はい、そっかそっか。そうですね。先輩？先輩ですね。うんうん、もうこの人たちがそういう人たちだったね。平楽の人たちは本当に。うーん、あ、そうなんだ。いい人でしたね。そっかそっか、可愛がってくれた。ですね。へえ。はい。はい。だからなんだろうな、結構ね、俺らが大丈夫ね、結構ね、おしゃれだったね、この人たち。なんか知んないけど。へえ。BK でした。おしゃれでしたね。へえ。言ったらインドアみたいな感じだね。ああ、なるほどね。みたいな感じで。うんうんうん。ああいう感じの。ああ、流行ってたかもね。流行った流行った。で、なんかみんな、そうそう、俺なんかとかは結構さ、サンタフェとかいろんなの着るんだけど、今度は結構 BK だった。じゃあ結構センスがあったんだ。センスありましたね。そっかそっか。そうそう。でなんか、うん、その人とかさ、うん、あの、まあ、呼ばれたりとかするとさ、うん、まあ、今日は多分平気だろうっていう時は結構おしゃれだったね。うん、平気だろう。まあ、あるんですよ。何平気だろう、まあ、なんかそんな、そんなもん、なんかまあ、うん、今日はなんか特になんかこう、うん、バイクとか、うん、まあそういうなんかハードな呼び出しじゃない場合の時は結構おしゃれで、うん、でその人が言ってたんですよ、うん、あの、新しい靴履いてたんですよ、その人が、うんうんうん、でね、でも俺らってさ、急にバイク乗ったりするじゃん、うん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 、で急にさ、うん、マフラー塞げとかある、うん、あるじゃん、うんうん、だ新しいエアフォースとか履けねえよなっつって、あ、黒くなっちゃうから、そうそう、マフラー塞げてたって、あ、確かに、で急にマフラー塞げて、いや今日新しい靴なんでって言えないじゃん、あ、そうだね、だから、うん、電話の時の対応で、うん、あ、今日は、うん、あ、綺麗な靴履くのやめようとか、あ、そんなとこまで考えてんだ、考えてた、みたいな。でもじゃあそうじゃ、でもさ、急に変わる時もあるじゃん、だその時はもうお釈迦ですよ。そうだね、そうおしゃれもじゃあ気使いますね。そうですよ。まあだから基本こんなね、BK の人はこういう感じのね、はいはい、こういう感じを着てますよ、こういう服ね。あ、それね、それなんですか？これ FB カウンティーですね、これ。うーん、BK の服？ BK の服ですね、うん、なんか最近またダボダボしてんのが流行ってるもん、ね、そうそうそう、これ買ったんですよ、これ、うん、ネットで見せて、あ、 FB カウンティー懐かしいと思って、でかいね、でかいんだよ、うん、でもプレイヤーズって64ってやつね、うん、あ、69か、プレイヤーズは、うん、わかんない、あるんですよ、うん、俺は FB カウンティー派で、うん、64なんですよね、こっちは。え、カオさ、わざとそのさ、パンチパーマもかけてんじゃん、うん、いや、わざとじゃないですよ、これ。あ、わざとじゃないの？これわざとじゃないですよ。あ、わざとこのステッカー紹介する人が、はい、うん、おしゃれで BK だったからって言って自分も合わせてるわけじゃないんだ、たまたまなんですよ。あ、たまたまなんだ、たまたまっす、これパンチパーマなんですね、これは石崎、うん、あれですね、久しぶり20年ぶりじゃないか、うん、まあ、こんなグリグリにかけてるのね、うん、
まあ久しぶりなんですけど、うんうんうん、まあ、たまにはちょっとパンチタワーでもちょっとカパーもかけてみようかなって、うん、ちょっとあの親父に言われたから、うん、あのトロクトカヤのね、はいはいはい、あ、じゃあ久しぶりにかけますかっつって、うん、まあ、かけたかけたな狙ってんのかと思ったよ。狙ってると思われると恥ずかしいから。ああ、そうなんだ。そんな感じですね。わかりました、はい、まあそういったチームになってますね。はい、はい、わかりました。はい、はい、じゃあ今日はそうですね、昆虫のステッカー紹介ですね。はい、わかりました。